皆さんどうもこんにちは。論文解説チャンネルのりょうです。本日はピルが人の心を奪うというテーマで話を進めていきたいと思います。結論から申し上げますと、ピルは人の共感能力を奪ってしまうことが分かりましたということなんですね。実際に今回紹介する研究では、ピルを服用している女性は服用していない女性よりも顔の表情を読むのが 10% 程度悪くなることが示されており、単純な感情表現であれば理解できるものの、より複雑な感情を読む能力が低下していることが分かったんです。これはピルがエストロゲンとプロゲステロンの分泌を抑制することが原因であると考えられています。エストロゲンとプロゲステロンは女性の感情認識に影響を与えているということが分かっており、ピルがこれらのホルモンの分泌を抑制してしまうため、感情が認識できなくなってしまうということなんです。このように薬には本来必要な効果とは別に副反応と呼ばれる効果が見られるため、自分が使っている薬がどんな影響をもたらすのか、これを知っておくことは大変重要になってきます。そこで本日は様々な書籍や研究をもとに薬について考えていきましょう。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、痛み止めは感情を奪う。第2章、頭痛薬の選び方。第3章、睡眠薬。どれもとても面白い内容になっています。ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それでは早速参りましょう。第1章、痛み止めは感情を奪う。第1章では痛み止めは感情を奪うということを見ていきたいと思います。この話は有名ですので、どこかで聞いたことがある方もいるかもしれませんが、体の痛みを感じる脳の部位と心の痛みを感じる脳の部位は同じであるということが分かっています。それゆえ、そこを麻痺させるアセトアミノフェンのような痛み止めを飲むことで、心の痛みを感じにくくなることが分かっているんです。このことは様々な研究によって実証されています。そしてさらに、心の痛み、心理的苦痛以外もあらゆる感情を抑える効果が痛み止めにあるんじゃないかなっていうことが分かってきているんです。アメリカのオハイオ州立大学の研究チームは、市販の多くの鎮痛剤に含まれるアセトアミノフェンに痛みだけでなく喜びの感情を抑える効果があることが分かったと発表したんです。今回の研究では大学生82人を対象に実施されました。被験者の半分にはアセトアミノフェン 1000mg を、残り半分には同じ見た目の偽薬を投与しました。その後、猫と遊ぶ子供の写真や栄養失調の子供の写真など様々な写真を40枚提示しました。それぞれの写真について、楽しいと感じるか否かを、その感情の大きさの程度を含めて回答させたんです。その結果、アセトアミノフェンを投与された人は、投与されていない人に比べ、すべての写真について抱いた感情の度合いが非常に弱いことが確認されました。つまり、アセトアミノフェンの影響で、楽しい写真もそれほど楽しいとは思えず、辛い写真もそれほど辛いとは思えなかったんです。アセトアミノフェンは脳の中枢神経系に作用するために、このような効果があると考えられています。その他の薬でも中枢神経系に影響を与えるようなものは、今回のアセトアミノフェンと同様、人間の根幹ともいえる感情をハックしてしまうようなものが多数存在しますので、使用する際には非常に注意する必要があると言えます。第1章をまとめておきましょう。ポイント1、体の痛みを感じる脳の部位と心の痛みを感じる脳の部位は同じである。ポイント2、心理的苦痛以外にもあらゆる感情を抑える効果がアセトアミノフェンにはある。第2章、頭痛薬の選び方。第2章では頭痛薬の選び方について見ていきましょう。頭痛薬や痛み止めを常用しているという方も多いと思います。しかし、皆さんは痛み止めについて調べ、ちゃんと考え服用しているでしょうか？適当に知名度だけで CM に出ているものを選んでいるという方も多いのではないでしょうか？それはあまりにももったいないと言えます。実はドラッグストアで買える内服薬痛み止めの有効成分は非常に数が少ないので、医療関係者ではない方でも特徴が覚えやすいんです。
知名度やイメージ、パッケージの印象だけで漠然と選ばず、成分を今一度見直して自分に合ったベストな頭痛薬を選んでいきましょう。まずアスピリン。アスピリンというのはもともと登録商標であり、本来の名前はアセチルサリチル酸というものです。薬によっては成分表示名がアスピリンであったりアセチルサリチル酸であったりするんですが、実際には同一成分です。薬としては100年以上の歴史があるもので、完全合成された初めての医薬品として知られています。アスピリンは胃への負担があって胃の弱い人には注意が必要です。鎮痛効果は波というところでしょうか。ただし15歳以下の人は雷症候群などの強い副作用を起こす危険性があるため、基本的には飲まない方がいいでしょう。次にアセトアミノフェンです。鎮痛作用も解熱作用も高く、さらに副作用もまずないといいことづくめなので、十数年前からアスピリンを押しのけて、解熱鎮痛成分といえばこれという定番の位置にある薬がこのアセトアミノフェンなんです。注意が必要なのは飲みすぎ。胃に負担がないからといってガンガン飲んでしまうと、肝臓が代謝できる限界を超えた途端に急激に毒性を持ちます。説明書に書かれた分量以上を飲まないようにしましょう。また総合感冒薬の中にも多く含まれているので、頭痛薬に加えてさらに風邪薬を飲んでというだけで許容量を超えてしまうこともあるので注意が必要です。さらにお酒によって副作用が出る危険性が上がってくるので、アルコールとの併用もやめておきましょう。また第1章でも扱いましたが、アセトアミノフェンは中枢神経系に作用するために感情抑制効果があるとされています。その意味でも常用はおすすめできないと言えます。次、イソプロピルアンチピリン。市販薬である内服用痛み止めの成分の中でロキソプロフェンに次いで強くて効果も高いのがこのイソプロピルアンチピリンです。塩野義製薬のセデスハイが人気なのは、この成分に加えてアセトアミノフェンがさらに入っているため、鎮痛効果がかなり高いからと言えます。あまり知られていませんが、全薬工業のセミドン下流という製品もあり、セデスハイよりさらに鎮痛成分が多く配合されているため効きが強いと言えます。続いてイブプロフェン。 SS 製薬のイブクイックが代表的な製品で、アスピリンより強い鎮痛効果があります。ただし胃への負担も同様に強いので、きちんと説明書の通り食後に服用するなどの注意が必要になってきます。最後、ロキソプロフェンナトリウム。2011年から薬局で売られるようになった新顔で、市販薬最強の成分を持っています。系統的にはイブプロフェンの上位版であり、現在薬局で買える痛み止めの中ではぶっちぎりの最強の効力を持っています。親知らずを抜いた後に歯科医院で処方されることからも高い鎮痛効果があることがわかります。当然他の成分とはその取り扱いも別格で、薬剤師が不在だと購入できない第一類医薬品として販売されています。しかしその強い効果の反面、胃粘膜を荒らす副作用も強いので、胃粘膜を保護する成分の薬と併用した方がいいでしょう。もちろん購入時に薬剤師と相談してください。またガスター10などの H2 ブロッカーとの相性は場合によっては良くないこともあるので、原則として併用は避けていきましょう。ということで、この5つを基本的に知っておけば頭痛薬は大体わかるかと思います。さて、ここでもう一つ注意をしておきましょう。それは偏頭痛は市販薬では治らないということなんです。偏頭痛とは頭の片側、偏側に起こることが多く、脈を打つようにズキンズキンという痛みや、時には吐き気を伴うものです。激しい痛みで動くことさえままならないということもあり、一般的には男性よりも女性が多く悩まされる頭痛と言われています。そして困ったことに、偏頭痛に効果がある薬局薬っていうのは皆無なんです。じゃあこの痛み収まらないのと思われるかもしれませんが、ご安心を。偏頭痛治療薬というものが処方薬には存在しています。つまり偏頭痛に関してはしっかりと専門医の診断を受け、処方薬で対応する必要があるんです。薬局やドラッグストアの薬を飲んでもなかなか頭痛が収まらないという人は、ぜひしっかりと病院にかかっていただきたいと思います。また偏頭痛に関しては生姜ですね。この生姜が効果が高いということも分かっていますので、こちらも合わせて紹介しておきましょう。
偏頭痛の治療における生姜と偏頭痛薬のスマトリブタンの効能を比較するためランダム化二重盲検比較臨床試験を行ったところ、わずか小さじ8分の1杯の生姜パウダーは薬剤と同じぐらい早く同等の効果をもたらすことが分かったんです。それほどまでに生姜は偏頭痛に対して効果があるんです。ぜひ偏頭痛に苦しんでいるという人は一度使ってみていただきたいと思います。第2章をまとめておきましょう。ポイント1、ドラッグストアで買える内服用痛み止めの有効成分は非常に数が少ないので医療関係者ではない方でも特徴が覚えやすい。ポイント2、アスピリン、アセトアミノフェン、イソプロピルアンチピリン、イソプロフェン、偏頭痛に苦しんでいる人は基本病院、もしかしたら生姜が効果あるかもです。ということで第3章、睡眠薬。第3章では睡眠薬について見ていきましょう。睡眠の重要性に関してはこのチャンネルでも何度も何度も繰り返し述べてきましたが、それでもどうしても眠れないんだよという方もいると思います。そういった方の中には睡眠薬を服用しているという人もいるでしょう。しかし睡眠薬はかなり取り扱いに注意が必要な薬となっています。不眠がひどく毎日の生活に支障をきたすような場合は医師によって睡眠薬を処方されることになりますが、睡眠薬を過度に服用することは控えた方がいいでしょう。睡眠薬はそのほとんどが飲み始めてから2週間ほどで効果が薄くなっていきます。これは患者さんの体内にその睡眠薬に対する耐性ができてしまうからなんですね。すると今度は睡眠薬の量を増やすことによって睡眠を確保しようとします。こうなると依存症となっていきます。さらに睡眠薬を飲まないと不安が募って離脱症状となり、薬が切れると幻覚や痙攣などの禁断症状が現れるようになってくるわけです。もしも睡眠薬を長い間飲み続けている場合は急に中断してしまっても禁断症状が起こりますので、その時は1週間に1回ずつ使用を中止するなどして徐々に服用する習慣から離れるようにしましょう。また不眠症の大半は少量の睡眠薬を使うか、あるいは睡眠薬を使わなくても治ることが分かっています。しかし患者さんが睡眠薬を求め、ドクターも利益や手軽さを考え睡眠薬を処方するというループが出来上がってしまっているんです。本当はまず睡眠薬を出す前に行動療法によって不眠症状の改善を行うというのが正しい医学のあるべき姿だと考えます。不眠症の行動療法は症状を軽くする対症療法ではなく、原因にアプローチして病を治す根治療法と言えます。数週間実行してもらうと睡眠薬なしで眠れるようになります。早い人ではたった1週間で治ることもあるんです。しかもそれほど辛くありません。行動療法をやらないと睡眠薬の処方量だけがどんどん増えていき、あっという間にてんこ盛りの睡眠薬を飲む羽目になってしまいます。最悪の場合、睡眠薬をてんこ盛りにしても眠れないという不眠症患者さんもいるんです。こういう不眠症患者さんが方針を転換して行動療法と向き合うと、てんこ盛りで眠れるようになります。もちろんてんこ盛りじゃなくても睡眠薬の量も大幅に減らしていくことができます。最終的には睡眠薬をほとんど使わなくても眠れるようになっていきます。不眠症の治療は行動療法を中心に行い、睡眠薬は使わないか、使っても睡眠のサポートのために使うというふうに量を控えめに使うのが望ましいんです。不眠に苦しんでいるという人はこういった適切な行動療法を行っているクリニックを探して受診するのが第一なんですが、ここでも軽く行動療法に触れておきましょう。睡眠における行動療法のポイントは、1つ目、睡眠のメカニズムについて理解する。2つ目、起床時間を一定にする。3つ目、適切な運動を行い日光をしっかりと浴びる。最も基本的なところはこの3つになります。睡眠関係の本を読んだことがあるよという人はご存知かもしれませんが、人が眠りやすくなるためには適切な行動をとる必要があるんです。そういった行動を行うことこそが行動療法なんです。その中でも特に大事なのがこの3つであり、これをしっかりと行うことができるようになれば不眠症改善まであと一歩と言えます。その他にも睡眠に役立つ方法論などはこのチャンネルや本要約チャンネルでも解説させていただいていますので、そちらをご覧ください。行動療法3つのポイントについてここでは深掘りして解説しておきましょう。1、睡眠のメカニズムについて理解する。これは行動療法を行う上で眠りのメカニズムをしっかり
っかりと理解して行った方がより納得感を持って継続して行うことができるというのが理由です。またしっかりと眠りのメカニズムを知って自分が今している行動がちゃんと眠りにつながっているんだと分かって行っているとより効果が高くなるんだよという研究結果もあるんです。ですからこの睡眠のメカニズムについては本や動画で一度しっかりと学んでおきましょう。2、起床時間を一定にする。規則正しい生活リズムを作る第一歩は朝起きる時刻を決めることだと言えます。前の晩何時に寝たとしても起床時間は固定してください。人は何時に眠るかは決めることができませんが、何時に起きるかはコントロール可能です。なぜなら目覚まし時計をセットすれば済む話だからなんです。体内時計は朝の光を浴びてから動き始めるので、何時に起きたかで何時に眠れるかが決まるんです。必要な睡眠時間には個人差がありますし、年代によっても変わってきます。いずれにしても日中眠気が出てパフォーマンスが落ちなければ OK として気楽に考えてください。起床時刻とそれに伴う就寝時刻を動かして日中に眠気が出ない睡眠時間を確保していきましょう。正しい就寝時刻にこだわりすぎるとそれはそれで問題が出てきます。なぜならもう寝なきゃと焦るほど寝られなくなってしまうからです。眠る時刻になったという理由で機械的に寝室に行きベッドに入ってしまうのは NG です。ベッドで眠れないなぁと悶々する時間ほど嫌なものはありません。寝室はあらかじめ暗くしておいて、眠る時刻と関わりなく眠気が高まってからベッドに入りましょう。日中ちゃんと活動して睡眠圧が高まってさえいれば疲れてきっと眠れます。3つ目、適切な行動を行い日光をしっかりと浴びる。人は中高生動物ですから、日中はじっとしたりゴロゴロしたりしないで積極的に体を動かすべきと言えます。眠りは一義的には脳のためではあるんですが、体を使う運動は筋肉だけではなく脳も散々使っています。筋肉を動かす指令を出している大本営は脳なので、体を活発に動かす方が脳が疲れて睡眠圧が高まり寝つきやすくなるんです。デスクワークでも脳は使うんですが、頭の中だけで考えるよりも実際に体を動かす方が何倍も脳を酷使するんです。じっと座ってデスクワークに励む時間が長いという人はエレベーターやエスカレーターを使うのではなく階段を使う。気分転換に長い散歩に出かけるといった工夫で日中の運動量を増やしてください。夕方の散歩は末梢血管の血流を良くすることで睡眠の質向上にも一役買っています。ぜひ積極的に行っていきましょう。また運動するのと同様に日光を浴びるというのもとても大切です。決まった時刻に起床したらカーテンを開けて部屋に日光を注ぎ入れます。毎朝の体内時計のリセットには5000ルクスの明るさで約1時間、1万ルクスの明るさで約30分浴びる必要があるとされています。晴れた朝の窓際の明るさは1万から2万ルクスありますから、窓際に置いたお気に入りの椅子に座って新聞を読んだりメールチェックをしたりしている間に体内時計のリセットは完了します。曇りや雨の日であったとしても屋外の明るさは5000ルクス程度はありますから、コンビニやカフェまで朝食を買いに出かけたり散歩したりしているうちに体内時計はリセットされるんです。日が落ちて外が暗くなったらできるだけ強い光は浴びないようにしましょう。光を浴びると眠りのホルモンであるメラトニンの合成にブレーキがかかりますし、加えて体内時計が後ろにずれやすく眠れなくなってしまうからなんです。夕飯を済ませたらリビングの明かりを間接照明に変えて部屋の明るさをできる限りセーブしてください。盲点になりがちなのがスマホやパソコン、タブレットなどが発する光。紫外線に近く刺激が強いブルーライトが含まれており、間近で長時間浴びているとメラトニンの分泌がダウンする恐れがあります。緊急時以外夜10時以降はスマホやパソコンを見ないといったマイルールを定め、それを守っていきましょう。特に真っ暗な寝室でベッドに入ってからスマホでゲームをしたりするのは厳禁です。ということで、1、睡眠のメカニズムについて理解する。2、起床時間を一定にする。3、適切な運動を行い日光をしっかりと浴びる。この3点を意識し質のいい睡眠をしっかりと取れるようになっていきましょう。第3章をまとめましょう。ポイント1、睡眠薬は耐性ができやすく依存症になりやすい。ポイント2、不眠の改善には行動療法が効果的である。ポイント3、
1、睡眠のメカニズムについて理解する。2、起床時間を一定にする。3、適切な運動を行い日光をしっかりと浴びる。この3点を意識することが大切である。いかがだったでしょうか。日頃から薬と向き合うことは少ないかもしれませんが、自分が使っている薬に関しては薬剤師さんの話をしっかりと聞く、わからないところは質問するという姿勢が大切になります。薬にはメリットデメリットがもちろんありますので、それを天秤にかけ医師薬剤師と相談のもと自分で使用するかどうかの判断を下してみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。また科学的に時間を最大限有効に活用する方法という面白いテーマを有料メンバーシップにて配信しておりますので、興味がある方は概要欄からメンバーシップに加入してみてくださいね。ということで、また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。